はい、どうも皆さん、こんにちは。クラクラチャンネルのケースケです。ポーということで、今回もクラクラ実況をやっていきたいなと思います。そして、今日は何をお話しするのかと言いますと、昨日ですね、土曜日ですね、スーパーセルの本国公式のコミュニティマネージャー、ダリアンさんですね。あのダリアンさんがね、来日されたということなので、Q&A のセッションが行われました。そうですね、ユーザーをね、こう募集してね、集まったユーザーの質問に答えてくれるみたいな、そういったイベントがね、行われたんですよ。で、私、ケイスケですね、スパセル本社に招待するフィンランド行った時ね、ダリアンさんにめちゃくちゃお世話になりまして、会いに行きまして、で、その時のですね、Q&A のセッションですね、こちらの方に関しましてはね、有名ブロガーのポンタさんとか、あとアタさんですね、がね、ブログで文字起こししてくれているので、今回はですね、私、ケイスケがね、ちょっと気になった、あ、この質問とかね、この答え面白いなって思ったのですね、いくつか、クラクラチャンネル、アインスのね、めちゃくちゃうまい、クラメンの全開リップをね、流しながらね、こちらの方ね、ちょっとね、いくつかピックアップしていきたいなと思います。まず、一つ目の質問。今回なんで日本でセッションを開催したの?っていう質問ですね。そうですね。まあ、長年このクラクラですね、リリースされてもう5年以上やっていますが、結構初めてですよね。で、この質問に対してなんですけども、やっぱりせっかくダリアンさんが日本に来日ですね、来日されたということなので、軽いセッションやって、で、うまくいけばもっと大きくまたやろうかなっていう答えがね、返ってきましたね。そして、コミュニティマネージャーにとっては、ユーザーとの距離を縮めるのが2018年のミッションとなっているみたいな、そういったこともおっしゃっておりました。これはこうなんか安心感が生まれますよね。やっぱり今までは機械越しでああだこうだね、こう言っていたのが直接自分たちの声を届けられる機会が増えてくるっていうね、チャンスも増えてきたりなど、やっぱりね、スーパーセルさん、ユーザーのことをね、しっかりと考えているなっていうね、やっぱ思いましたね。アップデが今までより早くライトユーザー向けばかり、ゲームの終焉を早めてるんじゃないか。確かに去年は、大工の拠点の実装もあってか、かなりアップデートが多かったような、そういった印象がありますよね。で、これに対しての答えがですね、やっぱり遊ぶコンテンツがないとやめてしまうユーザーってたくさんいるんですね。で、たくさんのユーザーに遊んでもらうために、幅広い層ができるアップデートにしている。だから、大工の拠点とか、あとはですね、クランゲームですね、最近実装されましたね。それが、ね、実装されたんだと、おっしゃってましたね。ちなみにユーザー層としましては 80%90% ぐらいがもうライトユーザーで、で残りの 10%20% がヘビーユーザーらしいんですね。だからやっぱりね、こうたくさんの人に遊んでもらえるようなね、そういったねアップデートが去年はね多かったかなと。ただですね、やっぱりライトユーザー向けばかりではなくて 10% のヘビーユーザー向けのコンテンツもね、今後出していくみたいな、そういったこともねおっしゃってました。大規模なリーグやトーナメント、ゲーム内で実装する予定はありますか？これはさっき言った 10%20% のヘビーユーザー向けなシステムですよね。で、結構ですね、リーグでたくさん日本国内に、ね、行われていたりとか、あと CWL、世界的なね、リーグもね、結構開催されているんですが、これもうユーザー頼みで、運営がね、ユーザーやってるんですよ。ただですね、この運営でめちゃくちゃ疲れたりとか、あとマッチング調整のね、交渉役の人とかもね、疲れちゃったりとかして、で、辞めちゃうっていう人ね、結構いるんですよ。なので、ゲーム内でね、実装されるとね、これ、ね、すごいありがたいんですが、これに対しての答えがですね、やっぱりですね、今のクラン戦のシステムが不完全で、優勝を決めるのはユーザー頼みで、それを十分して、理解していて、で、こちらはね、改善していきたいなとは考えているっていうのはね、おっしゃってましたね。で、あとはね、マッチング問題に関してもね、考えているそうです。なので、さっきもね、ヘビーユーザー向けのコンテンツも今後出していく予定ってね、言っていたので、おそらくいつかはね、実装されるんじゃないかなとは思いますね。ただね、フレンド対戦とかね、結構、つい最近ではないけども、ちょっと前のね、アップデートで追加されたじゃないですか。もう実装されてほしい、実装されてほしいって言って、やっと実装されたじゃないですか。でもね、もっとね、早く実装されてもいいんじゃないかなって、個人的には思っております。大工の拠点は、トロアゲと村の育成しかない。今後他のコンテンツは導入されるの?これはですね、実況者の神谷さんの質問ですね。やっぱりですね、大工の拠点、ほんとトロアゲと、村の育成ぐらいしかね、やることなくて、通常の村とは違ってね、機関対戦とかもないじゃないですか。なのでね、やることがなさすぎて、結構やめちゃうって人ね、いるみたいです。これについては、やっぱり考えているみたいで、まあ、実装するとすれば、クランゲームにミッションもっと増やしたりとか、あとはね、大工の拠点向けのイベント、ベビドライベントとか、ジャイアントイベントとかね、最近だったらやってきたんですが、あれの大工の拠点バージョンのイベント、こちらもね、出そうかなとは考えているみたいです。
ただ個人的にはですね、もっとね、いろんなコンテンツ、例えばクラロワでいうね、あの大会モードとかあってもね、面白いんじゃないかなと思うので、それについてもですね、自分ですね、大会モードとかあったら面白いと思いますよ、みたいなことはね、一応言っておきました。トロアゲの雲問題について。これ面白かったのが、公式さんから参加しているね、皆さんに対しての質問だったんですね。で、この雲問題っていうのはね、あのトロを上げていくと、あのやっぱりシールドの問題で、相手が全然見つからない、もう雲をね、ずっとね、こう虫眼鏡で探しているっていうね、問題ですね。で、これに対してですね、もう公式さんが、もうね、トロ、まあ5000以上、レジェンドプレイヤー以降にはですね、もう違ったマッチング、もうシールド関係なしにこうマッチングするようになるとかね、そういったマッチングシステムの方がいいのか、みたいな、そういったね、質問だったんですけども、やっぱりですね、いろんな反対意見とか賛成意見とかね、出たりとかしまして、結構ね、やっぱり意見でね、分かれるんですよ。で、この問題はもうずっと前から言われていて、で、公式さん何もしねえじゃねえかみたいなこと言われておりますが、もうね、会社内ではね、もう常に議論されているらしいです。で、何かのね、案を出せば賛成意見もあって、で、その反対にね、もう反対意見ですね。反対意見もめちゃくちゃ出たりとかして、なかなかね、解決策がね、やっぱり見つからないらしいと。ただね、やっぱり本当、何もしてないわけじゃなくて、もう本当にめちゃくちゃ議論されている話題らしいので、今回のセッションでね、逆に公式さんから参加している人にね、聞くっていうね、面白いですね、セッションになりました。クランの城に防衛援軍のオンオフ機能をつけてほしい。これは皆さん一度は経験あると思うんですが、対戦用の援軍もらうじゃないですか。で、落ちてる間にマルチで攻められてしまって、で、その対戦用の援軍が防衛援軍で出てしまって、で、やられてしまっていなくなってしまう。で、そうすることによって、せっかくもらった援軍をもう一回申請しなきゃいけなくなるっていう、この問題ですね。これは本当に嫌ですよね。ゴーレムとかね、高価なものをもらったのに、マルチでね、奪われてしまって、で、またね、暗闇にね、ちょっと高価なゴーレムを頼まなきゃいけなくなるっていうね、これ結構嫌ですよね。これに関してはダリアンさんがね、あ、いいアイディアかもって言ってまして、ダリアンさんも純平さんも、あれマジうざいよねって言ってました。なので、ひょっとしたらね、この機能はね、近いうちに、まあね、近いうちに、まあ断言はできないんですけども、実装される可能性はね、ひょっとしたらあるかもしれません。ゴブリン村のステージは今後拡張されるの？確かにゴブリン村はもうずっとステージとかの拡張とかもう何も一切ないので、これ気になりますよね。イーグル砲とかインフェルタワーがある村とかね、あっても面白いかなって思いますし、もうね、資源もね、こう定期的にこう、もらえるようになるとかね、そういったね、プレイがあったら面白いかなって思っているんですけれども、これについてダリアンさんですね、やっぱりシングルプレイヤーのコンテンツは増やしたいと考えているが、やっぱり時間と優先順位の問題らしいです。やっぱり優先順位としましては、さっきも言ったクラン対戦のマッチング問題とか、あとはね、トラ上げの雲問題ですね。こちらがね、やっぱり優先順位が高くて、で、あとやっぱり時間がね、本当にないらしいです。シングルプレイヤーのコンテンツの開発ってね、本当に時間がかかるみたいなので、やっぱりね、優先順位が高いものからね、どんどん問題を解決していって取り組むみたいな、そういった形になるんじゃないかなと思われます。ソーシャル機能追加されたなら、フレンド同士でフレチャレできるようにしてほしい。確かにやっぱり今のソーシャル機能って、こう、フレンドの攻めを見るぐらいな、そんな形なので、これはですね、やっぱり2018年で改善していきたいことの一つに入っているみたいです。で、そしてですね、やっぱり盛り上がってないクラに所属していて、でも抜けられない人っていたりするじゃないですか。まあ、例えばもうずっといて、こう愛着があるとか、あとはね、こう身内クランでこう抜けれないとか、なんかね、そういう人もいると思うので、そういった人でもね、他のフレンドとね、一緒にこうフレチャレで練習したりとか、そういった、取り組みができるように、そういったね、システムを検討しているみたいです。今年は縦と横、どちらに力を入れていくの？これは、まあ、縦ですね。新しいタウンホールレベルを追加するとか、そういったね、縦の、方向か、もしくは横、コミュニティですね。こう、仲間と、こう、楽しくプレイできる、そういったね、取り組みですね。それ、どっちに力を入れていくのっていうのを聞いたらですね。クラン内での楽しさを改善していきたいと。で、最終弱点は、クランに入っていてよかった。これをね、テーマにしているらしいです。今までクラッシュオブクランっていうね、クランありきのゲームなのに、クランでのメリットというかね、やることってクラン対戦とかチャットだけだったんですよね。なので、例えばですね、クラン同士でもやれることを増やしていけたらなって言ってまして、まあ、例えば、クラちゃんとか、群馬とかね、結構大きいクラン、シブクラン、ファミリークランがあるようなクランでね、こう、クラン同士でもチャットができるとか、そういったのもね、考えたりとかしてるらしいです。
まあね、実際考えてるだけであって実装されるかどうかわかんないんですけども、そういった案が出たりとかね、やっぱりこうクラに入っているメリットというか、入っていて楽しい、入っていて良かったみたいな、そういったね、横のつながりの方をね、今後力入れていくのかなといった感じですね。新ユニットの追加、スキン変更機能の追加について、これはもう今後公式の Q&A の動画にも載っておりますが、ほんとクラロワとは違ってね、クラクラって新ユニットの追加全然ないじゃないですか。あの最近追加されてるのベビドラとかディガーですかね、2016年の5月とかなんですよ。もうそっからね、通常の村の方では新ユニット追加されておりません。でこれについてはね、先ほども言いました本部公式の Q&A の動画でも言ってましたが、クラクラとクラロワはね、あのゲームの質が違ってね、やっぱりクラクラってね、一定の配置に対してね、どんどんね、いろんなユニット追加しちゃったりするとね、やっぱりバランスブレーカーとかになったりとか、全然使えなかったらどうするんだっていう話になるじゃないですか。なのでやっぱりね、新ユニットね、そんなポンポンクラロワみたいに追加はできないんですよね。ただね、テストの段階で結構ね、開発さんがね、テスト段階でね、ポンポン、いろいろね、追加したりするんですが、やっぱり弱すぎたりとか、バランスブレーカーになっていたりとかっていうので、なかなか実装されないと。で、案でね、スキン機能ですね、スキンですね、例えば、アジャクエのコスチュームを変えれる、ユニットの色を変えれるみたいな、そういったスキン変更機能、追加されるだけでも、ユーザー結構楽しめるんじゃないか、みたいな、そういった声もありました。で、それについてなんですけども、やりたいとは思うんだけど、容量やね、プログラミングの問題で難しいらしいです。スキンを変えると、プログラミングをゼロから作り変えなきゃいけないらしいです。もうね、容量の関係本当に難しくて簡単ではないと。で、グラフィックの関係でやっぱりね、きついことがね、頻繁にあって、デザイン画像系のアイディアってね、開発の人たちにね、結構言い上がれると。もうここの、いくつ容量を削ってやんないとちょっと重くなっちゃうよねとか、そういったこともあって、でよく言われるのが、よくデコレーションの旗で自分の国の旗がないって言われるんですが、それがもう容量の問題、もう容量の問題で、なかなか画像系とかね、そういった系統のやつはね、なかなか追加できなかったりするらしいです。ただやりたいとは思ってると、ただ本当に難しいっていう答えが返ってきました。ということで、今回は本国のコミュニティマネージャーが来日した Q&A セッションに参加してきたよっていう動画お送りしていきました。いや、個人的にそうですね、当日ウェルプレイドリーグ、スパセル公認のウェルプレイドリーグの生放送がありまして、残念ながらね、途中退出になっちゃったんですよね。いや、本当に最後まで痛くて、ちょっとね、惜しいなって思ったんですけども、いや、でもね、ただですね、こういったね、Q&A セッションにね、参加して、いろんなね、答えを聞けて、で、自分もね、いろいろ意見言うことができましたので、結構ね、実りに実ってね、ほんと、楽しいセッションだったなってね、感じましたね。ひょっとしたら、また次回、開催されるっていう可能性もありますので、その時はですね、私、ケイスケでね、ツイッターや動画でね、皆さんのね、聞きたいこと、質問などをね、募集していってね、次回のセッションでいろいろ聞いてやろうかなと思っております。なので皆さんね、ぜひともですね、まあ、こちらのコメント欄の方にね、またひょっとしたらね、ダリアンさんやジュンペイさんにお会いする機会があるかもしれないので、今回のこちらの動画にね、聞いてみたい質問とかありましたね、ぜひコメントで、ね、お願いいたします。なので、こういったね、動画またね、出していきたいなと思っておりますので、まだチャンネル登録してないよーって方は、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画がためになった、参考になったなって思ったら、グッドボタンやコメントもね、お願いいたします。で、最後におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、ということで、それではね、最後の、リプレイをね、流し終えまして、はい、パンツマン全開、お見事でございます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。